こんにちは、ここは東海道新幹線掛川駅です。今日は本当は島田宿、金谷宿など東海道本線在来線沿線をいろいろ見て回ろうと思っていたんですが、残念ながら東海道本線は先ほど人身事故、 JR 東海では速車という言い方をするんですが、その影響でとんでもない遅れを今出しておりまして、1時間から2時間程度の遅れ、しばらく静岡駅に普通列車もやってくる来ないし、ホーム上ではお客さんが溢れていて大変なことになっているという話を聞いたので、諦め、そして浜松へ向かう予定でした。実際に浜松までの特急券を買いました。でも途中で見えてきた茶畑の景色があまりにも素晴らしく、また静岡から出た時には雨が少々ちらついていたんですが、今日は降水確率 40% の終日曇り予報であることなども鑑み、やはり掛川を観光したいというふうにですね、改めて思い立ち、この掛川で乗車券の掛川浜松間は放棄、特急券ですけどね、放棄し、掛川で途中下車をすることにします。本日はお茶の名産地掛川のご紹介、よろしくお願いします。駅の正面玄関を出たらすぐに観光に繰り出したくなるところですが、ぜひ掛川駅に着いたらですね、在来線改札を出て駅舎を振り返っていただきたいんですけれど、これが新幹線の止まる立派な掛川駅です。なんと、これはですね、いろんな人に紹介すると笑う人もいれば、おお、いいなという人もいて、皆さんいろんな感想を持つんですけれども、新幹線の中で唯一木造の駅になっています。相当古く、いつ作られたんだっけな、前覚えたんだけど忘れちゃった。これが作られたのは昭和15年のことだそうです。その後戦争があって、いろいろと掛川だってね、被害がないわけではなかったわけですが、そういう中でも頑張っていろいろと耐え抜きまして、現在までこのような姿で使われ続けています。これ別に JR 東海がケチだとかそういうわけではなく、掛川駅を保存しようということで、街の中でも愛されている駅舎だからこのような姿で今も残っているわけでして、中は新しくある程度リニューアルされております。地元の人たちから集めたお金で掛川駅をこのように今も保っていまして、ぜひこれもまたですね、掛川に着いたら見るべき一つ名物だと思います。よく静岡茶と言いますけれど、いろいろ産地によってまたさらに種類が分かれておりまして、私もそんな詳しくはないんですが、掛川茶はその中でもかなりブランド的魅力もあるし、実際に美味しいそうです。これ経費にしたいんでコインロッカーに預けたっていう証明のためにね、ここにこうやっているそのシーンを入れておきます。これで抜いて大丈夫だな。領収書が出ませんので、その代わりの証拠映像というわけです。今回も一応従業員がついてきてるんですが、基本的に私がカメラ持ちますけどね、せっかくなんで持ってもらってます。こういう風にですね、観光案内所に行ったらばたくさんパンフレットくれまして、なんかこの辺り思ったよりもお茶だらけみたいですね。地図も示してですね、この辺は全部お茶畑なんです、この辺も全部お茶畑、こんなにお茶畑ばっかりなと思いましたけど、その中でも最近こういう場所ができまして、ここは特におすすめみたいなですね、国ヶ岳世界農業遺産茶葉、茶相場テラスっていうのかな、なんかそのお茶畑を見るような場所が最近できたらしいんですね。まあ見ると、今日は天気があまり良くありませんけど、山の上から茶畑を見ると言っても、ね、これ天気そんなに良くないんじゃ見えないんじゃないですかみたいな聞いたらば、天気が悪くても大丈夫です、自信を持ってですね、即答して教えてくれたんで、じゃあ行きましょうと。今の時刻は、12時、その時、ね、23分だったんですけれど、バスはちょうどですね、12時20分に出たらしいんですね。その後は2時間後で14時20分だったんで、そうか、今回はちょっと行きはタクシーで行かせてもらいますけれど、バスで、30分ぐらいかかりますんで、普通に旅行で来るんだったらば、時間を調べてですね、バスの時間に合わせて掛川駅にお越しになるといいと思います。でタクシーで結構かかりましたよ、3800円ぐらい。いや、思ったよりかかったなって感じ。まあいいんですけど、これ現在地はこういう東山というところ、これね、山にお茶の葉っぱ、お茶の畑を使って茶という字を描いていることで知られているところで、東海道本線からもこの景色を遠くに見ることができます。その東海道線ですが、この地図で言いますと、この辺にですね、菊川駅、この辺に、掛川駅があるというわけで、相当ですね、もっとこの辺とかじゃない、もっと多分地図で言うとこの辺になるんでしょうけれど、相当離れたところまで今上がってきています。見えるかな、映っているといいんですが、ここが掛川、ここが菊川、島田はここ大井川、この場所は掛川市と島田市の境にあるところです。登る前にですね、こんな茶屋みたいなものもありまして、一服堂と書いてありましたが、行く前に一服どころか、ちょっとこう休憩して、それからバス降りて出発、そんな感じがいいのかな。山の頂上まではタクシーで全て登っていくこともできてしまうそうなんですが、バスでやってきたのと同じ場所で降ろしていただきました。降ろしていただくと、この目の前に一服どころって書いてありますけどね、まさに茶屋です。ここでちょっと休憩をしてから登っていくなんていうのもいいのかもしれません。この山頂のところまでハイキングコースは1時間、でも登っている途中でちょっときついかもしれませんが、あ、これか、あ、確かにすごいわ、こういう、もう見るも一面お茶畑、そういった中を歩いていくことができそうです。
ちょっと位置を変えたら見えました。茶って書いてありますけどね、もうあまりにも近すぎてお茶の茶と書いてあるのが分かりづらいかもしれませんが、東海道線やおそらく静岡空港に着陸しようとする飛行機の中からなどは見ることができるはずです。今もう新緑の時期じゃありませんけれど、浅い黄緑の色が多いのはつまり一度お茶の収穫をしてまた剥げたところにもう一度新しい葉っぱが出てきているからというわけです。いやもう本当にいい景色だと思うんですけどね、これだよな。いつも東海道線から速い速度でね移動しながら見ることしかできなかったんですが、今日はじっくり見られて大変幸せです。もしも知らなかったですが、これぐるぐる回っている扇風機みたいなものは、お茶の葉っぱに霜が降りると電源を入れてそれを空気を攪拌して取り払うための装置なんだそうで、茶畑では大抵見ることができます。じゃあ今回ってるのは霜が降りるのか、そんな別に今日は寒いわけありませんね。ただ単に風で回っているだけだそうです。いや本当にいい景色だな。これ茶畑もいいし、それからこの V 字の谷を描いているこの地形もまた素晴らしいんですよね。体力のほどは大丈夫ですし、飲み物もしっかり準備してあるんですけど、山頂まで4キロ、結構これ歩きますね。普通に歩いていると1時間ですが、動画撮りながら行けばもっとかかるには違いありませんので、これだけ景色が素晴らしいところですから大丈夫だと思うけど、ちょっとね覚悟して臨んだ方がいい場所のようです。山頂まで車で行くこともできますが、歩いている途中の景色がいいですよみたいなことをさっき掛川駅の観光案内所で聞いたんですが、なるほど確かにその通り素晴らしい景色です。本当にねこれ道のりはめちゃくちゃ険しくて、さっき地図もね険しい山道みたいなことを地図に書いてあったりとかして、地図に険しい山道って文字が書いてあるの初めて見たもんですから、なんだここはとか思ってね覚悟を決めてきて、実際その覚悟は必要だったなと改めて感じている険しさなんですが、それでもその景色の素晴らしさでちょっと立ち止まれば疲れも和らぎます。でもやっぱりちょっとさすがに険しいですけどね。山の上のところまで車で行くこともできるというのはさっきもお話した通りですが、できることだったら上までタクシーかなんかで行って、そこから下りながらこれを見るっていうのが一番楽な楽しみ方だとは思いますけどね。でも通常の登山と比べてすぐ脇にも見どころがたくさんあるので飽きることはありません。この掛川市はもともと茶葉の産出量は日本で1位だったそうです。またその質も高いというのはさっき掛川駅に飾っていた垂れ幕の通りです。なぜ今1位じゃないのかというと、この辺りの自治体がいろいろ合併しまして、その時にその市の、ね、区分がいろいろ変更になったおかげで全部足したらば掛川市よりも産出量の多いところが出てきたということなんですが、静岡県自体全国の茶葉のうち、60何パーセントだかシェアを持っていて、もう圧倒的シェア1位。登ってる勾配なんですけど、だいたいこれぐらいの坂道です。何もね動画とか撮らないでいけば登れるのかもしれませんが、小学校とかで移動教室とかでね坂道をずっと登らされるという経験しましたけれど、あれの厳しさの2倍ぐらいかな、つまりやっぱり結構きついというわけです。この粟ヶ岳は向こうが島田市でこっちが掛川市、その両方を分けるところでして、大井川のすぐ近くまでもうかなり近づいてきています。だからここからね大井川向こうの方にもまた別のお茶の名産地ありますんで、そこら辺まで越えていくのもいいかもしれません。登山というほどではありません。この格好で急な坂道を東京都内でも登ることができる人だったら誰でも来ることはできるでしょう。さっき のなんかお休みどころみたいなやつありましたよね。あそこら辺が多分人間が普通に何か飽きないをするような場所としては最後です。この辺にお茶っ葉はいっぱいありますけれど、お湯は沸いていませんし、勝手に摘み取るわけにもいきませんので、飲み物は自分で十分に用意してくることが何よりも大事です。さっき紹介しませんでしたが、掛川駅の新幹線口のところには地元の名物を売っているお土産屋さんみたいなものがありまして、そこに行ったらね絶対あるだろうと思って見たんですけど、案の定ありました。2種類ぐらい買ったんですけども、まずはこれね、多いお茶も売ってましたけど、掛川茶、なんかここにこう茶摘みをしているお姉ちゃんの絵が書いてありますが、名称も名称お茶とか染料飲料水じゃなくて名称も掛川茶って書いてありますね。掛川市は全国トップクラスの茶生産量を誇ります。このまま読もう。全国茶品評会全国最多通算21回、産地賞受賞。すごい、そうなんだ。全国で一番お茶の賞を取ってるところは掛川らしいですね。いただきます。少なくとも多いお茶とは全然味が違います。入れ方が上手なのかな、なんか書いてありましたけど、普通の入れ方とねちょっと違って、じっくり入れるのがなんか掛川流のお茶うんぬんとか書いてありましたね。こういうの飲みながらこう潤さないと。さすがに今日はね曇りなんでまだいいんですけれど、
熱中症になるのは時間の問題かと思います。富士山が向こうの方だと思うんですが、多分よく晴れていれば見えるんですが、本日はよく晴れておりませんので見ることはできません。でも確かに受付の人に聞いた通り、天気が悪くても十分楽しめますよっていうのはその通りだし、天気がいいとね、逆にね直射日光でやられると思いますんで、曇りの日に来た方がいいかもしれませんね。こういうよく開けた風の吹くところ、涼しいところがあったので休憩をしています。向こうからうわーっと何か芝刈り機のような音がしますが、あれで今人が乗ってお茶を買ってるところだな。山道を歩いていたら急にこんなところが出てきて、もう多分てっぺんが近いのかなと思います。いや本当に大変でしたよ。まさかこう変わってしまうとは思わなかった。上にあんなのがありますけど、なんかこの場所は神様が降臨をされた場所で、あの岩に登ると罰が当たりますみたいなことがね書いてありました。これ一応くぐらないでおこうかなと思いますね。この大岩がいっぱいありますね。あの中に穴があって地獄に続いていると言われているけれども、その未だその、あれを調べた人はいないとか、調べていないのになぜ地獄に続いていると分かるのか大変不思議です。そんなこと鳥居の前で言ったらあれですけど、でも 鳥居はくぐってないから大丈夫だと思います。あ、なんか知らんけど着きましたよ。売店、まあ、神社より売店だな。こっちは売店。山頂に鉄塔がありますと、さっき言いました、その鉄塔のところまで着きました。普通の観光客みたいなのも来やすいような、多分この山を登ってきたのではなく普通に車で来たと思われる観光客の人の姿もたくさん見えます。ああ素晴らしい。なるほど、あそこに駐車場もあるようですけど、ああこの辺の立派な茶畑、上から俯瞰できてね、ああこんなにお茶ばっか作ってんのよくわかります。本当にお茶しか作ってないんだな。お茶以外の畑もなくはないのかもしれませんけど、山の稜線を見ればもう至る所でお茶、この辺もお茶、お茶ばっかり。でもね、この展望台からの茶畑の様子上から見下ろすというのはすごく楽しいところですけれど、しかし一方でね、茶畑をこうさっきの脇をかすめながらかき分けて登るという体験はできませんので、まあ、最後のただの山登りになるような区間は、まあ、大変ですけれども、多分全体の3分の1、4分の1ぐらいだと思いますから、ぜひご自分の足で歩いて登られるのをお勧めします。まあ、もしくはこの上までバスなどは来ませんけれど、タクシーなどで登ってきて、お金かかりますけどね、それからこの茶畑を降りる、そういうやり方もいいのかもしれません。今日はそんなによくは見えません、曇ってますからね。ですけれど遠州灘とかね、伊豆半島はこっちですよ、静岡空港は向こうです、いろいろと書いてあります。まあ、ただね、それへん確かに今日は見えないし、なんなら富士山も見えないんで、展望台としての景色はちょっと外れなのかなという気がしますが、お茶畑観光には本当に素晴らしい天気でした。この真下にはさっき言ったように休憩所があって、でそこではお茶をいろいろと飲んだり、まあ、おそらく美味しいデザート、スイーツ、そういったものを味わったりできるはずです。もう疲れました。何かそういったもので体力を回復してから下りたいと思います。家康のつながりか分かりませんけど、ちょうど日光の天然かき氷を売っておりまして、500円、良心的な値段です。他にも饅頭、茶そば饅頭とかね、茶そば饅頭じゃない、お茶饅頭とか茶そば、そんな静岡県観光をしたら食べたくなるようなものは大抵揃っていました。値段もそれほどしません。ちょうど今大井川を東海道線の貨物列車が通っているところ、昔はこの大井川を渡るために橋が一本もなかったから、橋渡し業者、川渡りの業者に頼んで肩車をしてもらっていたそうです。毎度その話はしてますけどね。この大井川にかかっている数多くの橋の中の一つ、これですが分かりますかね。これが一番古いものだと思うんですが、日本で、いや世界でだったかな、一番長い木造の橋で、全長は800メートルほどあるそうで、徳川慶喜、それからそのかつての家臣がここでお茶の栽培をしていたので、そこへのアクセスとして作ったもの。帰りはこちらの車道から降りることにしました。車道もね、全然降りて危なくないそうですが、確かにそんな車も通りませんのでね。今ここですよと書いてあります。これ東海道線からも見えるお茶の文字ですが、茶文字ってね、これね、ずっとお茶で書いてるんだと思ったんですよ。違うんですねこれ、しかもめちゃくちゃ歴史が古く、そんな古かったのってびっくりしたんですけど、1932年名茶の宣伝と観光効果を目的として松を植えました。もともとお茶ではなく、そもそも松だったみたいですけど、遠方より眺めやすいように構想を練り、縄に新聞紙をつけて遠くから眺め形を作ったといいます。めっちゃ大変じゃないですかね。遠くから見ながら、それでやったんだ。トランシーバーや携帯電話のある現代と違い、当時の苦労は並大抵というものではなかったとか。そうですねこれ、
ちょっとあれ形崩れてるよなって言っても、お前形崩れてるぞみたいなこと言ったって聞こえないわけですからね。どうやってやったんだろうと思いますけど、しかしマツクリムシには勝てず、昭和60年にヒノキに植え替えられました。富士山、静岡空港からはっきり見ることができます。静岡県民の誇りですと書いてあります。確かそんなに伝統あるものだったと知らなかった。せいぜいここ30年ぐらいのやつかなと思ってたんですけど、戦前からの取り組みだったんですね。なるほどね。ここに横一列に伸びているこれとか、もうここに生えているこのヒノキとか、もうこういうやつが下ではチャーという字になってるんですか。降りてるところですが、今日の夕方なんですけどね、もうこのままね、掛川市内に泊まることにしました。ただ街中に泊まるんでもなく、東海道では珍しい温泉、これ倉見温泉と読むそうなんですが、この道をですね、メインの車道からこう分岐し、こっちの方へ進んでいくと温泉があるらしいですね。だから行きたいんですけど、ただ最近 Google マップがめちゃくちゃになりまして、もう全然ね、もうこういう山道のやつを表示してくれないんですよ。だから行っても本当にここからどのぐらいの距離で行けるのかもよくわからないわけです。そういう状況でここを目指して歩いてってね、実はここまで徒歩3時間でしたみたいな、まあそういうパターンもあると思うんですよ。だから追っかなくて行けないんで、山を降りていって成功法でまず一旦掛川駅まで行ってから、もう一度バスに2、30分揺られて行こうと思います。ちょっとなんかねすごいバカバカしい話がしますが、まあもう一つの理由としては、掛川駅のコインロッカーに荷物を置いてきちゃったんで、パソコンとかね、いろいろ必要なものもあるのに、それをこう取りに行かなければいけないことで、ちょっとなんか残念ですよね。でも これをこう歩いていけば、そこに直線距離で言えば3キロぐらいのところにあるんですよ。これで倉見温泉って読むんですけど、ああと思いますが、まあまたこの次の動画で、ね、結構またいい温泉らしくてですね、立派なお食事とかな、こう、まあ実は動画とかあんま撮るつもりなかったんですけど、今回はね、聞いてみたところですね、2人でなんか4万円ぐらいの部屋しか空いてないっていうんで、ちょっとこれは動画に映させてもらおうかなと思ってお聞きしたんですけれど、それもね、いい動画になると思います。ですね、まあ、あとここまで来たので、実は喉乾いてるからもう一本お茶を買ってきたんですが、これも掛川駅で買ったやつです。出来たて緑茶、これどこがお茶なんだよと思うんですけどね、お召し上がり方と書いてあるんですが、回して振って飲む緑茶、キャップ内粉末緑茶入り、粉茶が入ってるんですね。これを緑色のキャップを軽く開けます。開けます。軽く開けました。おお、出てきたね。なるほど、これで今粉茶がインサートされましたけど、その後粉末緑茶と内蓋が下に落ちたので、緑色のキャップを閉めた後でよく振ると、これ美味しいんですかね。なんか寿司屋のお茶が入れたてお茶になるのと同じ原理なのかなって気もするんですが、まあちょっと飲んでみましょう。まずはね、おーおーおお、なんかこんな、あ、この筒の中にお茶が入ってたんだな。内蓋、ラムネ開けるとラムネのね、ビー玉が下に落ちるじゃないですか。なんかそれと同じようになりましたよ。一応ですね、うちのチャンネルとしては視聴者の皆さんに有益な情報もお届けしたいと思うので言うんですが、駅でお買いになるんだったら、これじゃなくて掛川茶を買った方が美味しいと思います。で、まあこれはこれで面白いんで、話の種にはいいけどね。ただ静岡茶 100% と書いてありますけど、味はまあお寿司屋のお茶って感じかな。だって今ちょうど向こうでお茶摘みをしているところなんです。機械をやっているお茶摘み、多分ですけれど、この2つの間のうねっていうのかな、このところにですね、1人ずつ人が入れるような幅をあらかじめ用意しておいて、そして2人でそれぞれが向かい合ってですね、まあ、長いお茶刈り機を用意します。で、それぞれでその両端を持って、あとはこの畝の間を2人で歩みを合わせながら奥へ徐々に移動していくと、上の部分が刈り取れるというやり方です。こちらはもう刈り取った後で、こっちは刈り取る前で、刈ったお茶を袋に入れて、その袋をまとめる人と、あちらでは3人1組での作業がなされているようです。もうそろそろ掛川駅へ入るバス停のところまで着いてしまいますが、改めて下ってみて思うのは、やはりこれを登れば登るほど景色が良くなるということです。途中で本当の山の中に入る登山道にまで行ってしまいますけれど、そこまでのね、その直前ぐらいが本当に素晴らしい景色なんで、まあ自分で歩いていくべきだというのと、こういうところで、あ、お茶畑がいっぱいある、ある、綺麗だなと思って折り返さずに、まあ、なるべく頑張るといいかなと思います。水分の補給を忘れなく、そして途中にトイレはありません。あ、着きましたよ。お帰りなさいと書いてあります。ここに駐車場があって、このすぐ右手がお茶屋さんでも多分もう終わってるでしょうね。ちなみに一番冒頭で映したここの下の休憩所と一番上の休憩所は同じ系列のお店だそうです。
残念ながらもう16時20分閉まっていました。悲しいですね。粟ヶ岳登場記録達成書いてありますけど、すごいな。これ外に向けて掲示してるの大丈夫だと思うんですけど、自転車2211回も登った人がいるんですね、この山に。あ、そうですか。山の高さは500何十メートルということで、これだけの山でも結構登るのには苦労するんだなと改めて思い知らされました。2000回も登りたくなる素晴らしい山なんですね。観光客も、私この場所がそんな有名な観光地かどうか知らないんですけれど、相当多かったです。そこから少し下ってきたところにバス停もありました。基本的にやはり2時間に1本、平日と土曜祝日で結構時間が違います。次の出発はやはり16時43分です。今日が土曜日でよかったな。いただきますしたらね、なんと去り際にこの一服どころ、ここの、代表取締役、取締役をやられている方のです、代表だったかどうかわからない取締役の方がちょうどですね、あの話しかけてくださって、そして偶然にもあのお茶をご馳走いただいて、あの自己紹介して、ね、あのちょっとだけですけれどお茶の様子なども撮影させていただきました。本当はもっと大々的に撮らせていただくことも多分できたと思うんですけれど、ちょっと今回は時間の都合とかもろもろありまして、パッと映すだけでしたが、あのお茶のですね入れ方とか、あの3杯もご馳走になって、まずあったかい温度で入れたのはこれ、次にちょっとぬるめ水出しはこれ、味がどれも温度によって違うでしょうってこうね味わったんですよ。確かに、ね、全然違いましたね。あの私はぬるめのお湯で入れたのが一番スッと入ってきて美味しいと思いましたけど、水出しとそれからちょっと厚めの温度で入れたのどれ味が違います。またここで作った東山茶というのはね、あのこの辺りで取れるお茶ですけど、それもまたなんていうのかな、前もねちょっと飲んだんですが、出汁が入ってるような味とかね、すぐにここの方もおっしゃってましたが、まあ、せっかくね、あのこれはね、あの私のじゃないんですが、あのお土産で買ったんですけれど、あのこういうやつね、世界農業遺産チャンスと書いてあります。あのこれがですね、あのまた独特の味がしますんで、あの飲めば違いも分かるいい記念になります。帰りのバスはこれです。可愛いバスです。バスはもう山頂抜けましたが、ここは今なんとなく分かりますかね、木の、ね、看板が多く並んでいますけれど、江戸時代東海道の宿場町掛川宿の一つお隣、新津坂宿です。だからそういうわけでね、やっぱり宿場の雰囲気を残すためにそういった演出が多くなされています。このバスでこのままお隣の掛川宿、掛川市、まあここも掛川市に今なっているんですが、江戸時代の宿駅としては一つお隣の町だということです。はい、そんで戻ってきました掛川駅。もう一度見ると忘れない掛川駅舎です。バスはね、やっぱり30分ぐらいかかりましたけど、なんとびっくりしたことにバス代300円だったんですね。タクシーで3800円かかりました。そのぐらいの距離をバスで300円で行けるわけない、まあ、つまりこれは掛川市か、まあ、静岡県か分かりませんが、自治体からのね、お金があのそこに降りて投入されていて、バス代運賃が安く抑えられており、観光客もまた安く訪れることができるというわけです。掛川駅から往復で600円ですからね、あの山道を歩くのは大変かもしれませんけれど、しかしいい体験になるでしょう。いや、よく晴れたな。空もさっきまで曇っていたのがこんなに綺麗な青空になりました。富士山が見えないことだけが恨めしいです。本日はこの掛川に、泊まることになります。どうもご視聴ありがとうございます。